窓神の魔人マルコシアスは石の摩擦の火花から誕生した。ろ過と民生を司る民に愛される魔人じゃった。千年前、人々は平野に集落を作り、そこを霧州と名付けた。かまど神は幾千もの体に分かれると人々に食と団らんをもたらしたのじゃ。じゃがある日、洪水が故郷を奪ってしまう。人々は南下し、リンユエ港へと逃げた。その旅は嵐に見舞われ、数十日間にも及んだ。そしてかまど神はある料理を作り出したのじゃ。寒さをしのげ、持ち運びに優れた料理を。それから数百年の間、大地は災害と疫病に見舞われた。かまど神はそれらを鎮めるため、力を大地へと捧げたのじゃ。力を使い果たしたかまど神は知能が下がり、別れる時には人よりも小さくなっておった。そして幸福をもたらす料理とろ過の神王を帝君とわしに告げると、長い眠りについた。再び目が覚めた時、少女の作ったピリ辛蒸しまんじゅうを食べ、その味に懐かしさを覚えて、共にあることを決めたのじゃ。かまど神が姿を消した後、露店で物を売る人、料理をする人と日常が戻った。かつてのリーユエのようにも。天地の恵みにより、雨と風の祝福を受け、山海が歓喜する。星が巡り、世は遷移したが、世界の本質は変わらない。名を馳せようと食効を頼りに進むのは大事なことよ。今昔の諸事は激動に流され、新たな災が現れた。